お兄様。タマキ。英雄様。宇宙の平和は僕が守る。刹那兄様はどうしても戦いをお決まりなのですね。ならば全力で挑みましょう。俺は少しの間身を隠す。信長さん、手はず通りに頼む。刹那、出番ですね。道を進まんとするか。ならばその覚悟を支えてやろう。あなたが呼ぶならお力をお見せしましょう。私は奴を探ってこよう。また一緒に戦うことができて嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。今こそ入れよ、修羅の先兵たちよ。彼らを拠点に入れてはなりません。何としても止めないと。まだじゃ、めぐりな、かすみ、畳みかけるのにゃ。雑魚が…やっちゃうぞ。いけ、全力だ。いくら群れようと知るか、すべて蹴散らしてやる。タマキ、お前さんの覚悟は立派にも。だから俺が道を開いてやる。誰を通す？やはり私たちの時間だ。いつか必ず落としてあげる。あなたはなぜそこまで戦うの？息つく暇は与えない。行くぞ。マリーも行きます。邪用じゃない敵か。なんだかやりにくいな。やっと働き者だな。楽しそうですね。これで気合い。やったね。私も応援します。やったね。した次は絶対に勝ってみせる。やりますね。刹那さん、本当に何だ。熱い思いを感じる。頑張ってくださいね。やりますね。逃げ場はありません。大戦果を求めます。これで望まれたから、力をお見せしましょう。命がけで責任を果たそうとしている。やっちゃうぞ。行け、全力だ。その思いは誰にも止められない。
お前にはここでおとなしくしてもらう。刹那兄様、なぜこんなところに。このままでは挟み撃ちに。本陣が狙われています。追いつきましょう。なるほど、あなたは手だれであると認めます。今だ、刹那の横腹を使います。シキ、いつの間に。シキ、まずい、やっちゃうぞ。いけ、全力だ。自分の妹を破滅に追いやる。私の力不足がこの結果を招いた。ならば、せめて玉木の望みを叶えよ。それだ。ガンガンやっちゃえ。頼むぞ。刹那の望みと狙う。私も応援します。やったね。いいだ。くたばりやがれ。熱い思いを感じる。全軍一旦引け。楽しそうに。玉木と四季の攻勢に備えるんだ。大戦果を認めます。いい流れですよ。次は負けぬ。玉木、いや、排除します。お前を死なせはしない。今私は誰にも死んでほしくないんです。お兄様も遅いです。民も英雄様方も。誰を倒すの。私が守ります。刹那兄様、ごめんなさい。あとは王となり英雄様をお返しするだけ。私は必ず成し遂げてみせます。あまねく祝福をもたらせ。泉と神器が私を王として認めてくれました。これで皆様をお返しすることができるはずです。お願い、もう一度異界への道を開いて大切な人たちをあるべき場所へ返すために。